こんにちは、すみなです。大阪府と奈良県にまたがって美しくそびえる二条山、本日は大阪側より目岳山頂に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。大志町立スポーツ公園です。こちらを登っていきまして、一度大トレへ出て目岳山頂へ登ると、そんな歩き方もあるのですが、本日は六渡りの道を歩いてダイヤモンドトレイルへ合流し、目岳山頂へ向かうと、そのようなルートを歩いていきたいと思います。スポーツ公園から500メーターぐらい歩いてきた感じですかね。こちらの橋を渡ってまいります。六渡りの道周辺案内図がございます。この辺りはホタルが生息してるんですね。はい、それでは歩みを進めてまいります。こちらは直進してまいります。あ、道しるべが見づらくなっておりますが、こちらは大きく右手へ曲がってまいります。こちらで六渡りの道を左へ入ってまいります。ここを慎重に乗り越えまして、はい、のんびり歩いてまいります。柵がございまして、この先路肩が一部崩壊しています。通行にはご注意してくださいというご案内でございます。柵を開きまして、戻しまして、はい、引き続き歩いてまいります。あー、先ほどのご案内で書かれてたのってこの辺りのことですかね。ここは気をつけながら歩きたいと思います。あー、この辺りも気をつけないといけないな。はい、こちらは右上へと歩いてまいります。勢いよく走る車の音が聞こえてまいりますが、確か間もなく高速道路の下をくぐるようになるんですよね。あ、ここですね。はい、こちらで高速道路の下をくぐり抜けます。くぐり抜けますと階段が出てまいります。一度小さく上り下りをしまして、その後、確か長めの階段があったように思います。あ、この辺りからぐんぐん登っていくんですよね、確か。大変登りごたえのある階段を一歩また一歩と登っております。先ほどくぐりました道路がもう見下ろせるぐらいの場所まで参りました。はい、引き続き歩いて参ります。
大きな鉄塔の下まで登ってまいりました。六あたりの道を歩いております。こちらを歩いていきますと、やがて六炭寺へ向かう道とダイヤモンドトレイルへ合流する道とが分岐している箇所に出るんですよね。前回参りました時はそちらを六炭寺跡の方へ歩きましたので、本日は大トレへ向かっていきたいと思います。そこはまた初めて歩く道なんですよね。はい、振り向きますと大阪平野がこのように望めます。引き続き六あたりの道を歩いてまいります。ご案内ですね。六あたりの道は左手ですと。ちなみにこちらは行き止まりですということでございますので、左手へ歩いてまいります。はい、目の前に次なるご案内が出てまいりました。はい、今こちらより登ってまいりました。大志スポーツ公園ということですが、今はほとんど人が歩かれてない雰囲気ですかね。はい、それでは引き続き六あたりの道を歩いてまいります。再びご案内でございます。六あたりの道は左、右手は行き止まり、見るからにそのような感じですね。はい、六あたりの道を歩いてまいります。はい、道が分かれている地点へ参りました。六あたりの道を歩いてまいりまして、引き続き六あたりの道はこちらを右手に少し下るようになります。そして直進は大トレ続くということで、本日はこちらを直進してまいります。整備してくださっている歩きやすい道を進んでおります。鳥の鳴き声を耳にしながら自然林の中をとても気持ちよく歩かせていただいております。そのあたり右手がなんとなく視界が開けてそうですよね。わあ、南に金剛山地の山並みが連なります。動画をご覧くださっている方が大トレを上に登っていきますと、笹百合がとっても綺麗に咲いてますよと教えてくださいまして、それではこの季節ならではの美しさを一目見てみたいと、そのように思って本日は歩いております。ダイヤモンドトレイルと合流いたしました。いやー、腰掛けやすそうなベンチもございます。ダイヤモンドトレイルを、こちらはドンズル坊方面です。私は目岳山頂へ向かって歩みを進めてまいります。あー、笹百合だ。
なんとも優しい色ですよね。それにしましても、名前の由来通り、笹の葉と区別がつきづらいですよね。それでは、大トレは右折と、私は万葉広場に向かって歩いてまいります。目岳の山頂手前にこんな素敵な場所があるんですよね。いくつもベンチがございまして、ベンチに腰掛けながらこのような景観を楽しむことができます。本日はこちらより、あ、アジサイだ。これまたこの季節ならではの彩りですよね。それでは目岳山頂へ歩いてまいります。はい、目岳山頂です。南に金剛の山並み、東に大和盆地を望むことができます。はい、無事に下山してまいりました。大自然に四季折々の美しい彩りのあることを改めて実感する、そんな本日の山歩きでございました。ご視聴いただきありがとうございました。住田でした。